あなたがどのようなお人なのか、スポーツマンタイプで、おしゃれさんタイプで、エッチタイプで、おしゃれガリ弁で本当によろしいのですか。なるほど、あなたの人となりを把握いたしました。ミリタリー、はい、私、新しくミリタリー研究会を申請し、先輩は、そうです、放題、朝から後輩を口説くだなんて。おはよう。別に好きで話してるわ。昨日高2、背が伸び、もうさ、ただいま。おー、むむむ、どうやらこ先輩、具体的にはここからが私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は口説き放題、今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と、まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中、先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。ターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、それはおそらく補修ね。補修ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補修だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補修が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。って、もう槍を構えてる？銃に矢、よし、いっけー。って、わっ、チャージスイッチが入れっぱなし。私はとんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はあ、先輩とつく。落ち着いて聞いてください。彼女たちは宝大様の体からあふれる目を凝らしてみてください。今の宝大様なら女の子の着点。なあ、もう何を。フェロモンショットです。さあ、相手を見つめてあふれるフェロモンで。
それは私が説。やはり今のあなた、高台様は眼力。私はエコロ、人間に愛を運ぶキューピッド。モテすぎ？先輩はやればできるお方ですのに、ちょっとうっかり屋さんなところが。あの時はせっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげたのに、その後の補修でまたやらかしちゃうから。まったく。せ5分、失礼いたしました。私たち天使学校3年生の卒業試験は、女神様から指定された人間に。も、私の担当は高台様でしたので。あ、悪魔からの妨害がありまして、誤って超強力な。通常一度のモテ機に使う矢は一発限りだというのに、今回放ったチャージショットの威力は通常の矢の32発分。あ、はい、今の砲台様は人生の全部。今日の太陽が完全に沈んでしまう。明日からは異性だけではなく同性、果ては動物からも恋愛感情を持たれることは一生ありえません。なんと薄い反応ですか。これが違います。悪魔、そう、その通りです。では早速。なるほど。ダメだった。まったく、しょうがないですね。ヘタレな砲台さん。おっと、ちょうどいい具合に。おっ、つべこべ言わずにやっちゃいますよ。ドキドキフィールド。選んでください。レッツドキドキモードです。ワクワクするにゃ。ふにゃにゃー、ふにゃにゃー、すべっとりふにゃー、ふにゃー、ふにゃー、大好きにゃー。
界直伝の天使の御業、愛の奇跡です。どうやさあ、宝大様、運命の相手とは何。運命の相手がそうでないか、エリート天使の技見習いでも、エリートはエリート。では宝大様、もし精神力がなくなれば告白された。なんといってもあなたの恋路は本日限りのワンチャンス。その場の勢いに流されて